こんにちは。インターナショナルバイヤークラフト協会の土屋千恵子です。土鍋で炊いたご飯ってふっくらとしていて、ご飯のね、旨味が感じられてとっても美味しいですよね。でもいざね、炊こうとすると火加減のね、調整が面倒じゃないのかなとか、あとは吹きこぼれて汚れてしまいそうかなとかっていうイメージありませんか？ところがですね、火加減の調整が不要で吹きこぼれの心配もなくて簡単に美味しく炊ける土鍋があるんですね。それがこちらの土鍋です。こう開けてみると内側にもう一つ蓋があります。でこれでこのね、内蓋があることで吹きこぼれを防げる役目になりますね。そしてね、見ていただくとこのね、お水を入れる目盛りまで入ってるんですね。そしてこのね、コーティングされていることで、ね、使い始めのお手入れもなく、使った後も水に浸しておくだけで簡単に落とすことができます。それでは実際にどれだけ簡単にご飯が炊けるのか、今日はカセットガスコンロを使ってご飯を炊いてみましょう。お米を3合といて鍋の中に入れます。で平らにならしますね。そしてこちらのね、土鍋はお水を入れるラインもついていますので、今日は3合ですので、この上のラインのところまでお水を入れます。はい、そして蓋をね、内蓋と外蓋をして30分吸水させます。30分経ちましたので強火にかけます。こちらの蓋の穴から蒸気が出て沸騰するまで強火にかけます。はい、このように上の蓋の穴から蒸気が出てきて沸騰しましたら火を止めます。そして20分そのままの状態で置いておきます。20分蒸らしましたので開けてみたいと思います。このように美味しそうに炊けてます。土鍋の内側はこびりつきにくい感じですので、使用した後はお水につけておくとすんなり洗うことができます。いかがだったでしょうか。お米を炊いて水に浸しておくだけで約30分ぐらいで美味しいご飯を炊くことができます。こちらは3合炊きのサイズになるんですけれども、同じシリーズで2合炊きのものと5合炊きのものと3サイズあります。こちらの土鍋の詳細につきましては概要欄をご覧ください。こちらのチャンネルではワイヤークラフトの情報やその他皆様のお役に立てるような情報を発信しております。よろしければ高評価ボタンやチャンネル登録の方をお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。